F-35 ライトニング2は、米国のロッキード・マーティン社が開発生産している第5世代ステルス戦闘機だね。米国は戦闘機の開発において頂点に君臨していると言っても過言じゃないもんね。全世界で1000機以上の導入が見込まれているからな。ちなみに西側のベストセラー戦闘機としては、第3世代戦闘機で F-4 ファントム、第4世代戦闘機は F-16 ファイティングファルコンで、第5世代戦闘機としては、この F-35 ライトニング2がベストセラー戦闘機になるであろうことは確実だね。ということで今回は、そんな F-35 ライトニング2の量産が全世界で本格化していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2だけど、ロッキード・マーティン社より2021年度の総生産数が発表されたよ。2021年度の生産数は世界で142機となっていて、この中には、航空自衛隊向けの F-35A も6機入っており、ステルス戦闘機としては初の大量生産体制が敷かれた戦闘機でもあるんだ。日本は2021年までに A 型通常離着陸型を47機、B 型短距離離陸垂直着陸型を8機調達するための予算を執行しており、2012年より開始した調達予算の執行だけど、2021年までの9年間で A 型及び B 型の両タイプ合わせて、1兆2000億円近くの調達予算が計上されているよ。そして、日本は現状では全部で147機 A 型105機、B 型42機を調達する予定となっており、F4EJ 改善機退役と F15JDJ の初期型を全て F35 に入れ替える予定みたい。このように F35 ライトニング2は、現在、米国の同盟国や友好国で導入が進められているんだけど、おととしの2020年度は世界的なコロナウイルス感染拡大の影響で工場の稼働率が低下し、F-35 の生産数の鈍化が指摘されていたけど、2021年度は工場の稼働率も上昇し、生産数が拡大してきているよ。F-35 ライトニング2を生産する工場は、現在のところは、米国テキサス州にあるフォートワークスにある工場、イタリアのカーメリにある工場、日本の愛知県西春日郡富山町になる工場の3カ所となっており、これらの工場は FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれているんだ。日本にある FACO は、三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が指定されており、この工場では2015年12月より F-35A ライトニング2の生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの A 型機体の製造を担当しているよ。小牧南工場では、ノースロップグラマン社とロッキードマーティン社、BAE システムズ社の各社で生産して送られてきた機体各部の部品から機体本体を組み上げて、日本の IHI 社でライセンス生産した機関部ジェットエンジンを取り付けることにより、F-35 を製造しているってわけ。小牧南工場では、部品の製造は行っておらず、世界各地の工場で製造された部品や機器を組み上げることにより機体を製造するため、FACO 最終組み立て検査と呼ばれているぜ。そして、この小牧南工場の年間製造可能数は6機となっており、この6機という機数は、防衛省が予算化している年間調達機数から来ているな。そして、その小牧南工場へ納入するジェットエンジンをライセンス生産している IHI 社だけど、同社は相馬及び呉島にある同社工場で部品の製造を行い、東京の瑞穂工場にてジェットエンジンの最終組み立てを行っているよ。IHI 社は、F-15J イーグルのジェットエンジンもライセンス生産した実績があり、次期戦闘機として開発中の次世代第6世代戦闘機のジェットエンジンの設計開発も担当している、日本最大のジェットエンジン製造メーカーだね。この IHI 社が F-35 用のエンジンの生産と今後の定期的なメンテナンスの対応を行うものと思われるんだ。このように日本の FACO 小牧南工場は、年間生産数が6機となっており、2021年も計画通りに6機の F-35A ライトニング2の最終組み立て及び検査を完了させているよ。ここから判明することとして、2021年の F-35 の全世界での生産数は142機だから、残り136機の生産は、米国とイタリアの2カ所で行われたということであり、他に工場の生産数は日本とは桁違いの規模であることに驚かされるよね。この F-35 の導入を2020年までに進めている国としては、米国、日本、韓国、シンガポール、英国、イタリア、ノルウェー、オランダ、ベルギー、デンマーク、ポーランド、イスラエルなどがあり、これらの国の機体を2021年に生産していたことになるぜ。このように多くの国で導入が進んでいる F-35 だけど、2021年にも導入を決定した国は増え続けているみたい。
2021年は、スイスが通常離着陸型 A 型を36機、フィンランドが同型機を64機、導入決定しているからね。他に検討中の国としては、カナダ、ギリシャ、スペインなどがあり、特にカナダについては、88機の導入を検討しており、F-35 の大口導入国となる可能性があるんだ。カナダは、現在、FA-18 スーパーホーネットとグリペン E と比較検討をしており、2022年中に最終判断がなされる予定となっているよ。そして、このカナダ以上に F-35 の導入を検討していた国があるんだ。カナダ以上？すごい大口の導入だね。それってどこの国なの？それはトルコだね。トルコは F-35 の A 型を100機以上導入する計画を持っており、機体の部品製造まで手掛けていたんだ。しかし、トルコは米国の反対を押し切りロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を強行したため、F-35 の導入計画は2018年に米国が凍結している状況だね。そうなんだ。アメリカを差し置いてロシアを選んだんだね。トルコは2008年よりトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業 TAI にて、F-35 の機体部品の製造を手掛けているよ。そして、機密事項の塊であるステルス戦闘機の部品製造を行う国が、仮想敵国であるロシアの兵器を導入することとなったことから、米国内で機密情報の流出が強く懸念される事態となり、米国はトルコに対して、ロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を行うことに強く反対したってわけ。しかし、その反対を押し切り S-400 をトルコが導入したことで、2019年7月には、F-35 の引き渡し中止とトルコへの部品製造委託も中止される事態となっているんだ。米国内ではトルコへの制裁には反対意見も多くあったぜ。それは、トルコ航空宇宙産業 TAI の工場で生産している F-35 の部品総数は900点余りにも及ぶ多岐にわたるもので、これを代替するには時間を要することもあり、量産体制にある F-35 の生産に大きく影響を及ぼす懸念があったからだな。しかし、米国としてはトルコがロシアへ接近することは絶対に容認できない事態であり、これまでトルコを支援してきた米国としては、トルコの裏切りとも取れる行動に対して何の対応も講じないことはありえず、最終的には制裁を実施することとしたってわけ。近年、米国とも友好関係のあったトルコ、ロシア製兵器を多く導入してきたインドなどの新興国家は、元来、米国派かロシア派かの二択であった選択肢のほか、第三の独自の選択肢を行使することも増えており、これまでの米国圧倒的優位な世界情勢に変化の兆しもあるみたい。こうした F-35 の導入を検討している各国の不確定な動きは、中東最大の国家であるアラブ首長国連邦も同様であり、2017年頃、アラブ首長国連邦は F-35 の導入を前向きに検討していたんだ。これは、同国が長年敵対関係にあったイスラエルとの国交樹立を宣言し、イスラエルと友好関係にあった米国との関係も改善方向に向かったため、2021年1月に F-35A を50機導入する方向で、トランプ政権下の米国とアラブ首長国連邦間で契約の締結がなされたってわけ。しかし、トランプ政権からバイデン政権へと政権交代がなされた後、バイデン政権はアラブ首長国連邦が行ったリビアやイエメンへの爆撃を理由として、2021年12月には F-35A の同国への輸出は中断されるに至っているよ。このように F-35 の導入を希望しながら、米国の意向で導入がなされていない国は他にもあり、それは日本の隣国である台湾もまたしかりだね。台湾は、経済的にも軍事的にも強大化し、領土的な野心を隠そうともしない中国とは対立関係にあり、この中国に対抗するために高性能な第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の導入を米国に強く希望していたんだ。しかし米国は、中国を強く刺激することに対しては及び腰であり、特に台湾への最新鋭戦闘機の輸出は、中国が過剰な反応を示して不測の事態に発展する可能性や、台湾の親中派による中国への F-35 のデータに関する情報流出の危険性もあることから、米国は台湾への F-35 の輸出を拒否し、第 4.5 世代戦闘機である F-16 ファイティングファルコンの最新型の輸出に止める対応をしているよ。考えなしに輸出するわけにもいかないもんね。いろいろ難しいな。米国は対中国に対する対決姿勢を鮮明にしており、米海軍を中心として対中国を念頭に置いた戦力整備計画を進めているからね。しかし、現状、米国内では中国は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力を有してはいないという判断が大勢を占めており、それが、F-35 の輸出を承認しない一因でもあるようなんだ。
それでも米国政府としては、中国の巨大化に大きな危機感は持っているため、今まで輸出を躊躇していた第 4.5 世代戦闘機については輸出承認を行っており、これまで F-16 の初期生産型を輸出していたのが、今回、最新型の輸出を決定したことからも米国政府の中国に対する警戒感が現れていると言えるんじゃないかな。このように台湾軍の質的優位を確保するために米国は中国を刺激しないよう慎重に兵器の輸出を行っているけど、もし、米国が台湾 F-35 などの最新鋭戦闘機を輸出することになれば、それは、中台間の緊張が非常に高まってしまった状況であるということになるね。そうなれば、日本への影響も無視できず、台湾の原油戦力の増強は日本としては歓迎できるものの、F-35 が台湾へ輸出されるほどの状況というのは、日本として歓迎はできないものであると思われるよ。このように世界的ベストセラー機となる要素が多くある F-35 ライトニング2だけど、米国と各国の思惑が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない状況も多く発生しているってわけ。日本も F-35 ライトニング2の大量保有ユーザーだけど、かつて F-22 ラプターを導入しようとして失敗した失態を繰り返さないためにも情報管理保持の徹底と対中国及び対ロシア、対朝鮮を念頭に置いた十分な防衛体制の構築と平和維持に努めていただきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。次世代兵器といえば、レールガンやレーザー兵器を思い描く方も多いんじゃないかな？次世代兵器の代表格だもんね。SF チックなのは大好物だよ。日本ではレールガンの本格的な開発推進が決定し、他にも米国やロシア、中国、ロシアなどでも研究が進められているぜ。それらの国々の中でもレールガン開発の分野では、米海軍が最も先行しているよね。さて今回は、そんなレールガンを超える新型砲弾を、米軍が開発していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、このレールガンとは、従来の火薬等の削薬による爆発エネルギーを利用して砲弾を射出する方式とは異なり、物理学でいうローレンツ力と呼ばれる電磁誘導の力で砲弾を射出する方式となっているよ。ローレンツ力を生み出す原理上、非常に大きな電力を安定的に供給する必要があり、さらに射出する砲弾を加速させるに十分な距離が必要なことなど、レールガンを実用化するには、まだ大きなハードルがあるんだ。米海軍では2015年に全長 9.1 メートルにも及ぶレールガンから、弾体重量 10kg の砲弾を最大初速度マッハ7で射出し、185km 先の目標に命中させる計画を予定していましたが、技術的な問題から実現することはなかったよ。また、他にも次世代兵器で最も有名なものがレーザー兵器だろうけど、これも世界各国で開発が進められている中、やはり米国が開発を一歩リードしており、2020年5月には、揚陸艦ポートランドに搭載したレーダー発射機で無人機への試射を実施し、撃墜に成功しているみたい。さて、このレーザー兵器については、非常に長い研究の歴史があるんだ。遡れば、半世紀以上前の1960年代から開発がスタートしており、研究開発を開始して60年余り経過してようやく、船舶に搭載可能な規模にまで小型して、無人航空機を撃墜できるレベルにまでには達したのだと言えるから、ここに至るまでに要した人員と予算は膨大なものであったことは想像に難くないよね。だが、それでもまだ実戦配備できるレベルではないんだよな。このように次世代兵器の開発に膨大な予算を計上している各国だけど、米海軍はとうとう長年開発を進めていたレールガンに関しては、レールガンが有する弾頭速度などの優位性が薄れたとして開発が中止されることになったよ。これは、ロシアや中国が開発している最大速度マッハ9レベルの極超音速ミサイルに対して、初速度マッハ5から7程度のレールガンでは、開発に成功しても対抗することは厳しいということのようだけど、レールガンの代わりとなる有力な兵器システムが開発されたことも大きく影響したようだね。このように米海軍が次世代兵器開発に苦戦している一方で、米陸軍では新たに HVP 超高速発射体と呼ばれる砲弾の開発を進めているみたい。これは、HVP 砲弾を米陸軍が保有する 155mm 自走榴弾砲より発射し、巡航ミサイルなどの空中目標を迎撃しようとする計画となっているよ。そして、
2020年9月初旬に米国のニューメキシコ州にあるホワイトサンズ実験場にて、HVP 砲弾にて巡航ミサイルを模した無人標的機 BQM-167 の迎撃試験に成功しているんだ。これは、今までは対空ミサイルや高射機関砲でなければ迎撃が困難であった空中目標に対して、自走榴弾砲でも迎撃をすることが可能になるということであり、陸軍においては自走榴弾砲のあり方を一新する非常にエポックメイキング的な出来事であったと言えるな。この自走榴弾砲による空中目標への射撃は米国では初の試みであり、この実験では ABMS アドバンスドバトルマネジメントシステムと呼ばれる射撃管制を使用して実施され、迎撃実験で使用された HVP 砲弾は、初速度マッハ5以上で発射され、巡航ミサイルを模した BQM-167 無人標的機を撃墜しているよ。米陸軍では将来的には、有効射程距離 100km 以上を目標として開発を進め、次世代型の自走榴弾砲に HVP 砲弾を搭載するとしているんだって。そして、今回迎撃に成功した音速で飛翔する巡航ミサイル級の標的だけではなく、超音速極超音速で飛翔する弾道ミサイルの迎撃をも視野に入れているみたい。この HVP 砲弾が実用化されれば、今まで対地攻撃の用途でしかなかった 155mm 自走榴弾砲に対して、極めて高度な対空戦闘能力が付与されることとなり、陸上兵器の運用体系にも大きな変化が訪れることが予想されるな。具体的にはどんな変化なのかな？例えば、HVP 砲弾により半径 100km の戦域防空が実現できれば、これまで方面軍や師団レベルの防空を担っていた中サム中距離防空用地対空ミサイルシステムや、ペトリオットミサイルなどの広域防空用地対空ミサイルシステムをすべて HVP に置き換えることで一本化することが可能となるね。さらに HVP 砲弾の単価は900万円程度と言われており、コスト面では中距離広域防空用の地対空ミサイルよりも、圧倒的に低コスト対弾道ミサイル迎撃用のペトリオットミサイルパック3であれば、1発約3億円であり、兵器体系の一元化と合わせて、近年兵器の高度化高性能化により調達価格の高騰にあえいでいる米陸軍にとっては、HVP は非常に魅力的な兵器システムであると言えるぜ。ちなみに、現在運用している 155mm 精密誘導砲弾 M982 砲弾は、地上目標への GPS 誘導も可能で最大射程は約 40km の性能を有しており、その砲弾単価は1発あたり約700万円程度だから、HVP 砲弾は現在運用している砲弾と比較しても、それほど大きなコスト差はないと言えるぜ。そして、これは米陸軍だけに止まらず、レールガンに見切りをつけた米海軍でも導入に向けての研究が進められているみたいだよ。米海軍では、アーレイバーグ級イージス艦などの戦闘艦に、広く搭載している5インチ単装速射砲 127mm マーク45モッド4より発射可能な HVP 砲弾を開発し、すでに試射するまでに至っているんだ。これは、2018年のリムパック演習にて HVP 砲弾の試射を行っており、その際の結果として、最大射程は約 80km、速度はマッハ7以上にも達したみたい。海軍は以前より極音速極超音速で飛翔する砲弾に強い関心を持っていたからな。その結果として、関西用レールガンの研究開発を推進していたわけだが、レールガンを発射する際に必要とする膨大な電力に関して、駆逐艦内しは巡洋艦内という限られた艦内容積の中で安定的に供給する手段を確立することができなかったわけだ。米海軍の駆逐艦で最大の発電能力を有するズムボルト級ですら、レールガンを発砲した後には、艦内で電力不足が発生してしまい、他の電子機器が使用できなくなるという状況になるそうだからね。ロマン兵器は膨大な電力が必要になるのか、なんだか急に SF が嫌な意味で現実味を帯びてきたね。そして、海軍にとっては、レールガンよりも HVP 砲弾を導入することの方が、非常にコストパフォーマンスが高いからね。レールガンも HVP 砲弾も同じ超高速砲弾にカテゴリーされる武装だけど、レールガンの場合、艦艇に搭載するには、艦艇の設計段階からレールガンを搭載することを考慮した艦を新造する必要があるんだ。実用面から、既存艦へのレールガン搭載は非常に困難だと思われるよ。しかしながら、HVP 砲弾は、既存艦に搭載している速射砲をそのまま、ないしは、小規模な改修により使用可能ってわけ。陸軍とは違い、莫大な建造費用を必要とする駆逐艦や巡洋艦をやすやすと代替できない海軍からすれば、弾道ミサイルなどの迎撃手段として超高速砲弾を必要としているという条件の中で、
開発中のレールガンよりも容易に低コストで導入が可能な超高速砲弾が存在するのであれば、そのレールガンに関わる必要は全くないというわけだね。これらの開発状況を踏まえると、HVP 砲弾は将来的に非常に有用な兵器となり得るのではないかな。特に防空兵器としては、現在日本が開発を開始すると発表したレールガンよりも非常に有効な兵器であると考えられ、米国が中止を決定して以降に対弾道ミサイル迎撃用として、レールガンの開発を決定した防衛省の見通しについて、疑念を抱かざるを得ない状況なんだよね。防衛省としては、日本の電源開発技術小型高出力発電機や蓄電池技術等の世界的優位性から、レールガンを開発可能であると目論んだようだけど、そもそも、レールガンという技術に HVP よりも将来性があるのか、甚だ疑問が残っちゃうのも事実ってわけ。コストを軽んじてロマンを追い求めるほど、日本には余裕がないもんね。日本は、対弾道ミサイル迎撃システムを増強するためにイージスアショアの設置計画を進めていたけど、防衛省の不手際もあり中止に追い込まれ、その代替案としてイージス艦の新造の方向に進んでいるんだ。現在米国が開発を進めている HVP 砲弾は、日本の弾道弾迎撃用としても活用が期待できるよ。知っての通り、現在の日本は、中国の軍事的圧力が強まり、北朝鮮の弾道ミサイル開発も進んでいる中で、日本のミサイル防衛体制の強化は喫緊の課題となっているぜ。現状は、海上自衛隊のイージス艦に搭載した SM-3 による日本全国を迎撃範囲とする広域防衛、航空自衛隊の PAC-3 による首都圏など一部地域のみ迎撃範囲とする拠点防衛の2段階迎撃体制となっているけど、PAC-3 の迎撃範囲は非常に限られており、実質的には、弾道ミサイルがイージス艦の SM-3 による迎撃をくぐり抜けた場合、PAC-3で守られた首都圏など以外の地域は、座して死を待つしかない状況となっているんだよね。また、日本が保有する SM-3 艦対空ミサイルや PAC-3地対空ミサイルの数は限られており、実際に戦争が発生した場合、弾道ミサイルをすべて迎撃できる量では全くないみたい。そのため、高価で数を揃えられない迎撃ミサイルではなく、比較的安価で数を揃えやすい超高速砲弾に注目が集まっているんだけど、日本が選択したレールガンという方式が、本当に実現可能なのか、それとも、早急に米国に要請して HVP 砲弾について日本も資金援助するなりして日本にも導入できるように動いていくのか、ウクライナ情勢もあり日本の防衛環境が日々悪化していく中、この日本の動向についても非常に注目していくべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。敵基地攻撃能力の保有について、日本政府が必死に検討していることは、すでに多くの軍事アナリストも承知しているよね。国民の間にもその話題が周知されつつあるし、一部の左翼系活動家が戦闘反対と煽っているのもあって、少しずつ話題になりつつあるよな。ここに来て、日本政府の重い腰もようやく上がり始めたみたいでよかったよ。敵基地攻撃能力の保有と戦闘機での敵基地攻撃について閣議決定されるまでに至ったからな。明日にも攻撃を受けるかもしれない、そんなリスキーな状況であることを、どれだけの人々が理解していたのかはわからないが、自分の国は自分で守るという、当たり前のことを実践することは大切だぜ。それを躊躇させるようなことは、国内からでも他国からでもやめてほしいよ。そうだね。さて今回は敵基地攻撃能力の基本と、それを取り巻く周辺国への影響などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。皆さんは、ウクライナがロシアの侵攻を受けている様子を、リアルタイムに目撃している時代の証人になっているよね。そして、ウクライナの出来事が他人事に思える人もいれば、そう思えない人もいる。これが今の日本の実情だよ。そもそも、明日の朝、北朝鮮が日本を攻撃すると言われて信じる人間が何人いるのかな。2000年代に比べれば信じる人もいるだろうけど、その人たちはこうも言うんじゃないかな。アメリカと自衛隊がいるから、反撃してくれれば、北朝鮮の方がむしろ負けるって。でも、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証が、一体どこにあるんだろうな。日米安保条約があるじゃないかという声もあるが、ウクライナとロシアの争いに対して、予期仲裁者を演じるかを思われたアメリカは、ロシアに対して経済的な警告しか与えることができず、自分の投入を明確に否定したことで、ロシアに侵攻を決断させた一面は否定できないぜ。つまり、日本は日米安保条約に油をかいて、肝心な時にアメリカに守ってもらえないのではないかっていう、
そういうリスクをしっかりと認識して、自分の国は自分で守ることを考えなくてはならないってことだね。ウクライナ情勢がどうあれ、南西諸島の島民の間では危機感が以前と比べて増している実情があるんだ。にもかかわらず、沖縄県知事と現地メディアはその危機感についてあえて触れないようにしているのか、それとも分かっていて触れないのかはわからないけど、県民がみんな気づいている明確な脅威について、報じることもなければ、対応について語ることもないよね。辺野古の海を守れ、普天間の基地をなくせ、アメリカの基地は沖縄にいらない、そういう報道は常日頃からなされているけど、ではそれらの全てが実現した時、赤色の国旗が掲げられていても平気なのかな。マスコミも偏向報道を指摘されないようにするためか、中には沖縄独立論を打ち出すマスコミや専門家も出てくるありさまだしな。独立したとして、それは中国の属国としての沖縄を目指すことになるのかどうかはわからないが、何かしらの政治的意図を持った、別の意味の偏向報道であるとも取れるよな。さて、そんな状況下において、日本政府が敵基地攻撃能力について真剣に検討を始めたことは、非常に喜ばしいことだよね。敵基地を攻撃するなんて、戦争をする国になってしまうとか、憲法9条があるのにという報道はどんどん聞こえてくるけど、皆さんに誤解されたくないから説明していくよ。ここで言う敵基地攻撃能力とは、日本の領土が攻撃される、日本の国民の生命や財産が失われる非常時において、その危険が明白になっている時に、初めて行われるものなんだ。一部の活動家が煽っているけど、領土的野心を持って敵基地を攻撃するのではなく、日本の領土、国民の生命や財産を守るために攻撃をする防衛のための攻撃であること、そのことをぜひ誤解しないようにしていただきたいと思うんだよね。敵基地攻撃能力を一番に行使する可能性が高いのは、北朝鮮だよ。2022年になってから、超音速ミサイル、弾道ミサイルなどの発射実験を繰り返し、すでに正式採用されたミサイル群は日本をターゲットに配備されていることは間違いない情勢で、日本としては撃たれる前に攻撃して、その能力を奪っておきたいところだね。北朝鮮のこの行動は、日本のミサイル防衛は機能するのか、日本の防衛システムに対する根源的な命題を突きつけたとも言えるわけで、どんどん北朝鮮の行動がエスカレートするたびに、日本では敵基地攻撃能力についての議論が沸騰する、そんな展開がしばらく続くのではないかと思われるよ。現在の日本のミサイル防衛システムは、核弾頭を搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されているけど、発射時より弓なりの軌道を変えて飛翔する弾道ミサイルの場合、着弾地点の予測が比較的に容易なため、それらに対処する仕様となっているのが実情だね。だけど、近年北朝鮮が実験を繰り返しているミサイルは、変則的な軌道を核とされている新型の弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して目標に向かう巡航ミサイルであり、現行の日本のミサイル防衛システムが果たして通用するのかどうか、大きな問題に直面しているってわけ。日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在だよね。北朝鮮の動向によっては、それらの戦力が第一次攻撃を行ってくれるであろうことから、日本に対する先制攻撃を実際に北朝鮮が行うかといえば、まず自国本土の防衛を優先することになるだろうし、仮に、北朝鮮が先制攻撃を行っても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有するミサイル戦力の反撃に自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることは現実であり、北朝鮮もそのことを十分認識していることから、これこそ抑止力が機能している状況とも言えるよな。ちなみに、周辺を敵国に囲まれているイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれる防空網を構築しており、その精度は弾道ミサイルのみならず、兵士が携帯して発射するロケット砲すら迎撃する防空網となっていることから、周辺敵国に対してもかなりの脅威を生み出しているよ。とはいえ、このアイアンドームといえども、敵のミサイルやロケット弾を迎撃するには、その目標1箇所に対して2発の発射を行う必要があるため、物量に物を言わせた波状攻撃を仕掛けられてしまえば完全な防御ができなくなる場合もあるみたい。同様の状況下にある国といえば台湾もこれと似た状況だな。圧倒的に優勢な中国軍に対し、多数の地対空ミサイルを配備して中国軍の航空機の接近を阻止する戦術を取り、有効な防衛網を構築している状況だが、昨今では中国軍機外郭的に台湾領空を侵犯する飛行を繰り返していることから、
これらの威嚇行為に対してどのような対応をするかが課題となっているぜ。台湾は、2021年以降にアメリカからイージスシステムの更新契約や、最新型戦闘機の購入契約などを立て続けに締結しており、明確な同盟関係ではないものの、アメリカの傘にいることを中国にしっかりアピールできている状況だよ。そのことも、台湾が自国を守るために必要な行動と矜持を示したものであり、日本もぜひ見習うべき部分だと思うね。では、日本の敵基地攻撃能力に話を戻そうと思うよ。他国が様々な知恵とパワーバランスを保ちながら自国の防衛に勤しんでいることは明らかだけど、やはり有効な兵器の存在が、敵国の侵略意欲を削ぐ効果があることは否定できないんだ。日本では、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局やその背後に控える中国海軍の艦艇の接近を阻止するため、2019年3月に奄美大島、2020年3月に宮古島への人に意識地対艦誘導弾を配備したよ。人に意識地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されているね。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程と言えるほどではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長を行うことを決定しているよ。さらに、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだけど、この部分まで性能を高めることを想定しているみたい。また、重装は車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用、艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によって、いつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する効果的な威圧を行うことを目指しているよ。現代の国際情勢において、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか現実的な対応策はない。そのことは、ロシアとウクライナの状況を見ても明白だよな。一蓋式地対艦誘導弾の改良型は、まさにその報復的な反撃が可能な兵器であり、敵基地攻撃能力を十分に有することのできる、日本の国防に欠かせない兵器だぜ。にもかかわらず、日本が敵基地攻撃能力を持つことを憲法違反などと叫ぶ人々には、これ以外の方法で国を守ることのできる方法をぜひ示していただきたいよね。その上で主義主張を唱えていただきたいと思うのは、多くの良識的な日本国民が思っていることだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。先日、韓国空軍が運用する F-35A ステルス戦闘機が胴体着陸をした情報をキャッチしたみたいなんだけど、さらに恐ろしい事実が明るみになったよ。実は、韓国空軍が運用する F-35A 戦闘機が偽物である疑惑があるんだよな。あのアメリカが自国製品を、それも偽物を売るなんて信じられないよ。アメリカにはアメリカの事情があったようだな。同盟国としての関係がありながら、北朝鮮にべったりの韓国をアメリカはすでに信用できない様子で、今後両国の関係が風雲急を告げる事態も考えられるようになっているぜ。みたいだね。そんな韓国のお粗末な事情と、アメリカを怒らせたことで起きる弊害について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、アメリカとの契約に基づき、F-35A ステルス戦闘機が逐次韓国に導入されているところだけど、隣の国のこととはいえ、機密情報については気になるところだよね。そもそも、アメリカが開発した技術の中にはブラックボックスと呼ばれる軍事機密部分もあり、日本においても運用している戦闘機の一部には当然ブラックボックスがあるんだ。ブラックボックスがある場合、その機体の修理や回収はアメリカの手によって行われるため、例えばグアムに改装するなどの手間がかかるのも事実だよ。それを差し引いても最新鋭の技術や兵器を搭載している戦闘機を持つことが、日本の国防に大いに寄与するから購入して運用しているってわけ。じゃあ、韓国はどうなっているの？
韓国は、日本の場合とは少し事情が違うようだね。そもそも、売り手側のアメリカが買い手側の韓国を24時間監視しているというのだから、尋常ではないよ。これは、アメリカ曰く韓国を信用できないことの表れだね。アメリカは韓国を明らかに信用していないんだ。その証拠に、韓国に配備されている F-35A は外観のみ F-35A 戦闘機とは言えるものの、中身は完全オリジナル製品となっているからな。要するに、F-35A をアメリカから買ったのだが、その機体の中身を入れ替えたということみたいだぜ。当然ブラックボックスの部分は、元から韓国側に見せないようにして、ってわけだ。そこまでアメリカが韓国を信用しない理由は、北朝鮮中国の影がちらついていることが最も大きな原因だろうね。韓国は、経済面で中国との関係を強化しており、中国の後ろ盾がある北朝鮮とも融和できると踏んでいるようなんだけど、北朝鮮ほど狡猾な国家はないわけで、利用価値があれば利用され、馬鹿にされるだけということがわかっていないんだろうね。北朝鮮からすれば、韓国はアメリカとの直接交渉に乗り出す時の出しでしかなく、交渉が途絶すれば韓国と接近する意味もないわけで、建ててあげたビルを爆破されても遺憾の意で済ませてしまう韓国は、本当に北朝鮮に舐められていると思うよ。そんな関係性を有している韓国を、アメリカが果たして本当に信用するのかってことだな。ブラックボックスでも開けられて、中国や北朝鮮に流されでもしたら、アメリカの国益を損なうわけだし、かといって、同盟国一応である韓国に何もしないわけにはいかず、アメリカが考えついたのはハリボテ F-35A を韓国に持たせておいて、周辺国を威嚇することしかなかったんだろ。ちなみに、韓国は F-35A を60機購入予定だったんだけど、現在その機数は40機程度に落ちているとされているよ。なぜ20機分を節約したのかはわからないけど、本当にお金がなくて買えないというのも本音のようだね。韓国のウォンが対外通貨としては弱いことは誰もが知っていることであり、アメリカや日本が通貨スワップを言って俺たちも後ろ盾になってやるから、ウォンがダメでも円とかドルとかでフォローするからさと、両国のブランドにすがって生きてきた部分があるよ。表だって日本を非難しているくせに、裏ではおんぶに抱っこだもんね。でも、2022年1月時点で日本もアメリカも通貨スワップを終了しているため、韓国は両国の経済的なブランドイメージを使うことができないんだ。本当に内袖を触れなくなってしまっているってわけ。そんな状況にもかかわらず、韓国は軽空母の保有計画を表明したんだよね。強襲揚陸艦を空母化改装するとぶち上げたのは、日本が出雲型護衛艦出雲加賀を空母化することとし、出雲がアメリカ海兵隊との合同訓練で F-35B 乗り発着テストを無事に終えた後のことだったよ。明らかに悪化みが見え隠れしていて、気持ち悪いよ。韓国のそんな軽空母化計画が果たして本当に確定しているのかはよくわからないけど、韓国は軽空母用に短距離離陸垂直着陸可能な F-35B 型を20機程度調達する方針を打ち上げているんだ。ちなみに日本は F-35A を105機、空母搭載用の F-35B を42機調達することが決定していて、機体数だけを見ると世界でも本国アメリカの次に多い機数となっているぜ。そもそも韓国が F-35B や軽空母建造の意思を表明した背景は、日本を敵対視していることがあるんだ。海上自衛隊が護衛艦出雲加賀を航空母艦化改修を行うことで、韓国は敵国の勢力増強を不安に思い、対抗策を考えた結果、こっちも空母を持とうと安直に判断したと考えられるね。しかし、実情として F-35B 型は、アメリカやイギリスが調達計画からすでに手を引く動きを見せており、世界の戦闘機事情から見ればそろそろロートル機と考えられている機体とも言えるよ。製造企業であるアメリカ国ロッキード・マーチン社は収入の一部を失われてしまうところだったけど、韓国が購入の意欲を示したことで、新たな顧客をゲットすることには成功したわけだね。ちなみに韓国、軽空母艦の開発に必要であるという理由で、F-35B の詳細情報の開示を要求したようだが、ロッキード・マーチン社は契約完了後にしか見せないとして拒絶しているぜ。契約前にそんなことを言う国がいるんだね。まあ、韓国なら納得だよ。韓国が空母を持つということは、中国への配慮から避けていたという見方もあるようだね。韓国は、現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、3万トン級大型輸送艦を建造すると大々的にもともと表明していたんだけど、これは軍事大国の中国を気にかけうちは空母を持ちませんよと配慮したという裏話があったんだ。そんな状況下で海上自衛隊が護衛艦出雲と加賀の航空母艦化を公表したことで、韓国にとっては中国にはばかることなく日本が持つからうちも持つと、
格好の理由ができたといったところじゃないかな。日本への対抗策として考えたものなら、中国の機嫌を損ねることなく、堂々と空母を保有できるし、中国から空母の技術を提供してもらうことも視野に入れることができるからね。韓国からしたら、そんな感じで頭の中が幸せな構造になっているのかもね。そもそも、空母を持つは持たないというのは、地勢によって大きく影響を受けるんだよね。日本は4州を海に囲まれた島国であり、その地勢上から見ても、海上防衛、海上から迫り来る敵への対抗は必要不可欠となっているよ。今もすでに、中国海軍の脅威を受け続けている尖閣諸島南西諸島の防衛戦略には、陸上拠点だけでは困難であり、出雲や加賀によって運用される F-35B が絶対的に必要になってくるってわけ。F-35B はステルス性能向上を重視している構造ゆえに燃料搭載量が限られており、他の従来戦闘機よりも航続距離や行動半径が短く、長期戦を考えると空中給油機も必要になってくるわけで、洋上補給拠点としても空母を保有することは必要不可欠なんだよね。と、日本には空母を持つべき理由と事情があったわけだけど、韓国はどうなんだろう？韓国の地勢を見てみると、海洋部分だけで見ても日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮領海を加算したとしても、約 12% 強になるくらいで、陸上基地から発進する F-35A 型の航続距離の範囲に十分収まるということは、誰でも理解できるんだ。また、空母とは洋上を航行してくる空母打撃群に対する反撃手段としての活用もあるんだけど、韓国に洋上から攻め立ててくる国が果たしてあるのかと聞かれて誰が答えられるかな？日本、アメリカは敵だと明言してくれるならば、こちらは自国防衛のために先制攻撃も辞さず、とあらゆる手段を持って韓国に攻撃を仕掛けることになるかもね。F-35 シリーズは、韓国以外の国からも引き合いが多く、実は、イタリアも F-35A と F-35B の2種の調達を進めていたんだけど、ここに来てイタリアが中国にべったりとの状況があり、アメリカが難色を示しているとの話が聞こえてきたよ。経済的にイタリアと中国は関係が深く、多くの中国労働者がイタリアに入ったことで、イタリア国内でも爆発的にコロナウイルス感染者が増えたんだけど、この時に中国人目とイタリア世論が湧かなかったのは、イタリアが中国資本によって経済活動を支えられていることを理解していたからと言えるんだ。イタリアには、F-35 シリーズの修理や改修などを行うことができる公式工場 FACO があるんだけど、これですら中国との関係が徐々に高まるようであれば、イタリア経由でその秘密が暴かれてしまうのではないかとアメリカが考えても無理はないよね。韓国にせよ、イタリアにせよ、繋がるところは中国というところに、アメリカがシビアになるのは無理もないだろうな。日本のように安心できる同盟国を確保しておきたいところだが、韓国なんかはもう何を言う気も失せるだろうぜ。ちなみに韓国、F-35A の回収については日本の小牧基地にある FACO での対応を拒否しているね。反日感情が先立つ傾向があるため、自分の戦闘機を日本に持ち込むことは完全に拒否しているからなんだ。でも、それはあくまで韓国側が説明した理由であって、日本の事情はちょっと違うよ。日本の FACO は三菱重工業メインで運営されているため、韓国の依頼する仕事なんか受けたくないってところが本音なんだろうな。何しろ、戦争中の徴用工問題で韓国司法に財産を没収されて売却されるかもしれないわけで、そんな国の仕事なんか受けてやるもんか、と公言したって誰も怒らないと思うよ。そもそも韓国は、日本の約半分の人口しかいない国なんだよね。でも、軍事予算に注ぎ込む費用は日本と同額と言われており、このお金を捻出するよりもっと有効な使い方はできないのかと国民からたびたび批判されているのも事実ってわけ。そんな批判の声を反日だけで押し切ってきた韓国政府に、果たして先見性のある政治や国防が語れるのか、本当に疑問だよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いよいよ日本とイギリスの日英同盟が本格化してきたみたいだな。日本とイギリスが共同で戦闘機開発に乗り出すって話だけど本当なの？うん、これは本当みたいだね。令和の日英同盟と言われていて、次世代の戦闘機開発を行うみたいだよ。アメリカの戦闘機を購入の話も出てたよね。イギリスとは結構関係性は友好で今までも共同で何か開発してたよな。そうだね。イギリスからの誘いがあったようでもともと日本とイギリスは、
戦闘機用のミサイル誘導装置の開発など、様々な分野で良い関係性を築いてきたんだ。そんな日本とイギリスなんだけど、2022年2月に両国政府関係者が協定を結んで、次期戦闘機向けの高性能センサーシステムを共同開発することを発表したんだ。センサーシステムの共同開発という軍事目的のものを日本が、アメリカ以外と共同開発することは第二次世界大戦以降、異例のことなんだよね。そこで今回は日本とイギリスの関係性と、その背景について詳しく見ていこう。それじゃあ行ってみよう。日本とイギリスが共同開発するのは、それぞれが開発している次世代型戦闘機用のセンサーシステムジャガーというものなんだよ。センサーシステムというのは、戦闘機が陸海空から出現する敵を発見したり、迅速に正確に標的を特定するために使用されるんだ。さらに敵の監視技術を無効にする能力を向上させるために、レーダー技術において最高レベルの技術を持つ日本と、次世代型戦闘機の開発のノウハウを持っているイギリスが、手を組んでレーダー開発を進めていく方針なんだ。なんかすごいものができそうな予感だよね。そうだな、これは期待できるよな。日本の技術力も大いに発揮できそうだもんな。防衛装備庁は多数の受信ビームを同時に形成することで、瞬時に広範囲を探索することができると今回の共同開発の意義を強調していて、完成を目指している航空機搭載用レーダーシステム技術は他国でも実用例がないもので、実用化できれば航空機の探索能力が飛躍的にアップすると期待されてるんだ。これが実用化できれば戦闘機開発で他国を一歩も二歩もリードできそうだな。このレーダーシステムが実用化されるのに何年くらいかかるんだろうね。そうだね。その件に関してはイギリスの国防省が今回のプロジェクトについて発表してるから見てみよう。イギリス国防省の発表によると、ジャガーシステムを設計、構築、評価までするのに、最低5年はかかるんじゃないかと発表しているよ。民間企業としてイタリア防衛産業大手のレオナルド社の、イギリス法人と日本企業が参加することを明らかにしているんだ。5年か、早いのか遅いのかよくわからんな。日本とイギリスでそれぞれ実証機が製造されて、両国の専門技術を高めるために、得られた成果や技術を共有しながら作業を進めていく方針なんだ。それを考えると、5年という歳月は妥当と考えられると思うよ。もう一月になる開発費のことなんだけど、これに関しては日本もイギリスもジャガー計画に、どれほどの予算を当てるかは明言していないんだ。日本に関してはこのプロジェクトに参加する企業名さえも明らかにしていない。このことが何を意味するのかはわからないんだけど、日本とイギリスではこのプロジェクトに対する捉え方が違うようだね。イギリスは国内の軍需産業にとって有益なことと明言しているのに対して、日本は高度な性能を有する次世代戦闘機を保有することができることをアピールしているんだ。そやな、日本はいわば普通の企業なわけじゃん。軍事専門の企業は存在しないだろ。他国は、軍事兵器専門の企業が存在するからな。そのことを考えても、プロジェクトに対する考え方は違うだろうな。プロジェクトに対する考え方はともかく、素晴らしいものを共同で開発してくれるなら問題ないよ。そうだね。それじゃあ今度は次世代戦闘機を取り巻く日本とイギリスの実情を見ていこう。日本は航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の後継機の開発を国産主導で行っていたよね。今回のジャガー計画で、開発に成功した次世代センサーシステムを、次世代機に搭載することを目指してるわけなんだけど、実際 F-22 戦闘機が2035年には実戦配備できるように目指してるそうなんだ。この F-2 戦闘機の後継機の開発は日本主導なんだろ？日本のどの企業が関わっているんだ？うん。2020年10月に開発主体のプライム企業として三菱重工業と契約したみたいだね。同社が全体を統括して共同でエンジン、機体、レーダーなどの開発を進める体制を構築したそうだ。やっぱり三菱重工業なんだね。開発の主体となるのは、やっぱり三菱重工業だけど、それに加えて IHI、川崎重工業、スバル、東芝、NEC、富士通、三菱電機が新たに加わり、発射による共同開発で進めていくそうなんだ。日本が誇る名だたる企業ばかりだな。すごいものができそうで期待しかないぜ。さらに防衛省は、次世代戦闘機についてアメリカ空軍との相互運用性も考えていて、日本企業に加えて、ロッキードマーティン社を、総合支援企業として選定したみたいだよ。アメリカが持つ最先端の戦闘機技術のノウハウを吸収しつつ、
官民一体となって戦闘機を開発していこうというのが日本の方針のようだよ。イギリスでは現行の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの後続機としてテンペストの開発を進めていて、こちらも2035年頃の実戦配備を目指してるようなんだ。日本の後続機の実戦配備と同じスケジューリングであることから、今回の共同開発の話が持ち上がってきたのではないかと言われてるんだよ。アメリカのロッキードマーティン社がついてくれれば怖いものなしだね。今回の次世代戦闘機の開発はジャガー計画だけじゃなくて、日本とイギリスで次世代戦闘機のエンジンも共同で開発するそうなんだ。2021年12月には、日本政府とイギリス政府が次期戦闘機エンジン実証機について、日本の IHI とロールスロイス社が共同で開発すると発表してるんだ。さらに防衛省は、2021年に41億円の予算を投じて、次期戦闘機用の高機能レーダー技術の開発を日本とイギリスで共同開発することも発表してるんだ。でもよ、基本戦闘機や兵器などに関してはアメリカとズブズブだっただろ。次世代戦闘機を開発する上で、イギリスとの共同開発についてはアメリカは何も言わないのか？うん、そうだね。防衛省はもともとアメリカとの相互運用性を重視しているんだよね。航空自衛隊が導入を進めている F-35 ライトニングも、アメリカのロッキードマーティン社製だったよね。今回イギリスとの共同開発を進めている戦闘機も、あくまでも F-2 戦闘機の後継機としての国産戦闘機で、アメリカとの関係はこのまま継続することになるよ。護衛艦出雲加賀の軽空母化によって艦載する戦闘機は F-35 だし、アメリカとの関係もしっかりと維持しながら、イギリスとの共同開発も進めていくということなんだよね。そのこともあって、今回のプロジェクトの開発支援企業として、ロッキードマーティン社を選定しているんだろうね。まあ、ここ最近のアメリカの動きを見ていると、アメリカの顔色ばかりを伺っているのもどうかと思うけどな。そうだよね。今回のウクライナの件でも、実際にアメリカは何も手出しできない状況だもんね。うん、確かにもし日本に中国やロシアが軍事侵攻してきた場合、アメリカが助けてくれる保証はどこにもない。そう考えると今回のアメリカ以外の国との共同開発というのは大きな意義を持つと思うんだよね。日本が独自の力で防衛力を高めていくしかないと思うんだよね。アメリカの顔色を伺ったり事情を気にすることなく、戦闘機を国内企業が開発するのが望ましくて、同時に最先端の技術やノウハウを持つ諸外国と共同開発していくことが望ましいと思う。その点で、日本はエンジンやミサイルの技術が欲しくて、イギリスはレーダーやセンサーの技術が欲しいということで、お互いに技術や費用面で乏しいところを補いつつ、高性能な次世代戦闘機を効率よく開発できるということなんだ。そうだね、いつまでもアメリカには頼ってられないよね。自国は自国で守れなきゃね。実際、今の日本はアメリカの後ろ盾がないと何もできないと思われてるからな。中国や北朝鮮、ロシアには舐められてるからな。共同開発とはいえアメリカに頼ることなく戦闘機を開発することが何かいいきっかけになるといいよな。うん。やはり自分たちの国は自分たちで守るが基本だと思う。そして日本には世界最高峰の技術力とそれを有する企業がある。開発力でも遅れは取らないはずだよ。世界最高峰の次世代戦闘機が完成することを楽しみにしておこう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日の雑学行ってみよう。待ってました。今日は何を教えてくれるんだ？今日はウインナーとソーセージの違いについて話そうか。ウインナーとソーセージは何が違うと思う？みんなその違いがわからずに食べているんじゃない？じゃあ早速その違いについて触れていくよ。まずウインナーについて調べてみると、実はウインナーソーセージの略であり、ソーセージの一種であることがわかったよ。一口にソーセージと言っても、魚肉ソーセージなどもあるし、いろいろな種類があるよね。そう考えるとウインナーがソーセージの一種であることは納得できる。それじゃあ、ソーセージとは何なの？ソーセージは、肉をひき肉にして味付けなどをした上で腸などに詰めたものの総称なんだ。ひき肉を腸に詰めたものを見た時には、とりあえずソーセージと言って間違いないということだね。いろいろなソーセージがあると言ったけど、具体的にはどのように呼び方を分けているんだろうね。以前は、何の動物の腸に詰めるかによって呼び方が異なってたみたいなんだ。しかし、昨今では人工の皮ケーシングに詰められていることが多いため、この呼び分けではなくなったんだ。最近では、この人工の皮ケーシングの太さによって呼び方を変えているそうなんだ。昔は羊の腸にひき肉を詰めたものをウインナーソーセージ、
豚の腸にひき肉を詰めたものをフランクフルトソーセージ、牛の腸にひき肉を詰めたものをボロニアソーセージと呼んでいたんだ。ということでウインナーとソーセージに違いはなく、ウインナーはウインナーソーセージの略で、ソーセージの一種のことなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。馬毛島の超改造計画が立ち上がっているみたいだね。レイプーも SCLBA 転先としての計画らしいな。渓流施設や仮設桟橋などの設備を整えていくみたいだぜ。滑走路や駐機場、燃料施設があれば、馬毛島は一気に基地と呼べるものになりそうなんだって。これはもう超改造計画って言っても過言じゃないよね。もちろん、いろいろと問題点があるからな。その辺を一つ一つ解決していけば、実現可能なものだろうぜ。そうだね。今回は、そんな鹿児島県にある馬毛島の米空母艦載機離着陸訓練の必要な訓練基地建設計画を詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。長期にわたる計画とはいえ、地元の反対も強く、思ったより話が進まない実情はあるんだけど、防衛省をはじめとした関係機関は、どのように考えているんだろうね。馬毛島に訓練施設を整備する計画について、防衛省は次のようにその意義を唱えているよ。我が国を取り巻く安全保障環境は格段に速いスピードで厳しさと不確実性を増しており、我が国の周辺には、質量に優れた軍事力を有する国家が集中し、軍事活動の活発化の傾向が顕著となっている。名指しを避けたものの、中国やロシアを念頭に入れていることがありありの文章になっていることがわかるよね。こうした諸外国から国土を防衛するためにより特化した訓練の必要性を考慮した上で、我が国島嶼部に対する攻撃への対処などのため南西地域に自衛隊の活動拠点を整備することを要望しているんだ。馬毛島が属する南西諸島は南北に長大であるものの、領土を防衛するために欠かせない自衛隊の施設は限られており、配備拠点が乏しい空白地域になっているよ。これは自衛隊もそれを認めており、南西諸島における緊急時の活動拠点や、兵士の訓練拠点が必要となっていることから、今回の訓練基地整備に取り組むこととしているみたいだな。ことの発端は、2021年12月24日に政府において閣議決定された2022年度防衛予算からだね。この予算において、馬毛島での自衛隊基地建設に3182億9000万円の予算が盛り込まれたんだ。主な用途として、滑走路や駐機場の造成と関連施設建設に充てられることが決まり、同日中に西之表市、中種町、南種町に職員を派遣して予算内容について説明を行ったとのことだよ。今回整備される主な施設としては、攻撃資材運搬や補給などを実施する船舶のための仮設桟橋や渓流施設の建設と、滑走路と駐機場などの造成、さらには管制塔や通信関連施設の設置を行うこととされており、2022年度中には予算のうち548億9400万円が支払われるとされているぜ。なお、この自衛隊基地は、アメリカ空母に搭載されている艦載機の離着陸訓練 SCLB も実施される予定で、現在遠方への移動まで行われている SCLB が近隣で実施可能となることからアメリカ海軍も期待しており、一説にはアメリカの圧力があったゆえの基地建設ではなかったのかとも言われているな。艦載機といえば、自衛隊においても空母としての改修が進められている。出雲型護衛艦には艦載機として F-35B ライトニング2が採用予定であり、これらの FCLP にも当然馬毛島は使用される予定となっているんだ。ここで気になるのは、基地を受け入れることになる周辺自治体の意向だよね。そうだね。西之表市の八坂俊介市長は、施設整備による環境アセスメント環境影響評価が進行している最中であることから、防衛省の動きは請求すぎるとして地元の理解が得られるまで予算執行を行うべきではないとコメントを出しているよ。市長の発言に対して、岸防衛大臣は環境アセスメントが継続していることを認めた上で、中国、ロシア、北朝鮮によって日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを指摘し、馬毛島への基地建設を早急に行い、一日も早く運用したい旨を明らかにしているんだ。また基地大臣は、アセスメント手続き完了を見越して、完了後速やかに攻撃に着手することができるよう、2022年度防衛予算に経費を計上したことも明らかにしたぜ。防衛省内の動きとしては、大臣の猛烈な催促はあるものの、馬毛島内での攻撃着手はアセスの手続き終了後とする姿勢を明らかにしており、環境に影響を与えない範囲で準備的な攻撃は進めていきたいと説明しているようだな。実際の攻撃は、
環境アセスメント終了後4年以内の完成を目指しているみたいだぜ。一方で、西之表市長が基地建設に反対の立場を取っている意向に対して、地元町民やインターネット上では批判する声が相次いでいるんだよね。2021年11月に行われた衆議院議員選挙では、種子島を含む鹿児島4区で、基地建設を推進する自民党の森山博氏が基地建設反対を掲げた野党候補に対して圧勝し、国会においては基地建設推進派が優位に立っているよ。その一方、西之表市議会では賛否意見が拮抗しているとされ、議員同士が意向を明らかにしない様子見の状況ともなっている中、隣接している種子島島内の2町は基地建設を容認している状況だな。もともと西之表市は馬毛島への自衛隊基地建設計画が持ち上がってから反対の姿勢を継続しており、2007年には西之表市を中心とする種子島の1市2町で、米軍空母艦載機離着陸訓練施設馬毛島問題対策協議会が立ち上げられており、地域における反対姿勢をアピールしていたんだ。その後、基地建設に理解を示し賛成に転じた中種町と南種町が同協議会を離脱したことから、2018年にはこの協議会は解散、よって地元自治体は基地建設に対して容認との流れとなっていると思われるよ。防衛省の2022年度予算案には、アメリカ軍の基地移転や、馬毛島の例に当たるような事例に対して、米軍再編交付金が含まれているんだ。これはいわば迷惑料みたいなもので、2022年度には総額41億円が盛り込まれていて、特に馬毛島基地関連では種子島の1市2町に対して一括して交付する方針としているぜ。この一括交付というのがミソで、地域が補償を合わせて協力しないとお金は出さないと言っているわけで、西之表市とその他2町を分断する意図が見受けられるな。こういう時に声が大きくなるのは左翼系メディアだよね。現状で左翼系メディアは、西之表市長を支持しており、環境アセスメント前の建設工事予算組み込みを批判する論調だけど、中国による台湾や尖閣諸島への軍事圧力についてはほとんど触れておらず、一方的かつ感情的に国民感情を煽る偏向報道となっているんだ。実際に暮らしている地域住民の声を拾ってみると、種子島島内では馬毛島基地建設に伴う交付金や経済の活性化に期待する声が多く、基地の完成後には基地関係者の家族の転入による人口増が見込まれることもあり、地域の発展に大きなチャンスとなるのではないかと期待している人も多いみたいだよ。こういう時、左翼系メディアが島民を代表するかのように批判を展開しているのも事実だけど、実際の住民の声とは乖離していることもあり、情報を受け取る我々の側も、しっかりとその情報の真贋を見極めないといけないんじゃないかな。特に、左翼メディアや地元市民団体を名乗る活動家が発するコメントに多いのは、軍事基地があると攻撃される戦争に巻き込まれ大切な家族を失うなどだけど、正直言ってありきたりと言っても過言じゃないよね。地元住民が戦争に巻き込まれることへの恐怖を煽る上等手段でもあるが、令和の世の中までそれが通用すると考えているのは、少々甘いと言えるだろうな。危機感がなさすぎるのも考えものだけど、危険視しすぎるのも、物事が進まなくなるもんね。馬毛島に大木に関与するであろうアメリカの動きも気になるところだよね。先日、アメリカ軍と自衛隊は台湾有事の際に共同作戦を展開することについての報道があったんだ。これは、中国が台湾侵攻を企画して、中国艦隊が東シナ海やフィリピン海に進出してきた場合、対抗することを明らかにしたものだよ。アメリカ海兵隊の新しい作戦構想遠征前方基地作戦 EABO は、まさにその対抗計画を意味しているんだ。具体的には、速やかにアメリカ海兵隊が南西諸島に展開し、高機動ロケット砲システムハイマース地対艦ミサイルによって中国艦隊を牽制することで、アメリカ海軍第7艦隊と海上自衛隊護衛艦の作戦行動をサポートすることがこの計画の柱になっているね。こんなことを聞けば、すぐに反応する整備課も多いんだよな。実際、玉城デニー沖縄県知事が早速、防衛省を訪れ台湾有事によって沖縄が再び攻撃されることがあってはならないと話しているぜ。敵の敵を置くことで攻撃に巻き込まれるというとばっちり的な被害は受けたくない、と言っているようなものだが、これは基地があると攻撃され、戦争に巻き込まれるという、左翼の上等区であると言えるな。南西諸島に軍事基地がなければ中国軍の攻撃はないとは、言葉のニュアンスとしては心地よいものだが、これには中国に占領されて虐げられることへの不安が一切無視されているよな。確かに、沖縄に対する基地負担などの軽減は、
日本政府としても積極的に取り組む必要があるんだけど、沖縄自身が日本の国土防衛のための重要拠点であることは、沖縄県民にもぜひ理解していただきたい部分なんだ。かつての戦争も、アメリカが日本本土攻撃のため、シーレイン途絶のために沖縄の占領が必要であったと判断して侵攻を受けたものだけど、その規制はあの戦争以来変わることがないんだよね。ただし、敵はアメリカではなく中国になり変わっただけだよ。中国にとっては、中国海軍が外洋に進出する際の首都の位置にある沖縄本島や南西諸島は、必ず押さえておかなくてはならない最重要拠点だから、中国の嫌がる場所について、日本やアメリカが総力を挙げて確保しようとするのは、当然のことと言えるな。戦争に巻き込まれなかったけど、中国に占領されてしまった沖縄をイメージしてみると、今日本が何をなすべきかが見えてくるよね。占領されてしまえば、沖縄県人はすべて中国人とされ、日本語を話すことを禁じられ、言論統制を受け、今まで以上に軍事基地化が進むことで、国家による支配が強まることが予想されるよ。沖縄県人が、中国軍にどれほど虐げられようとも、言論を封じられ、おとなしく中国人として生きていくしか道はない。そんな未来が来ることを避けるために、今なすべきことをしっかりとなすべきだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国ってほんと都合のいいことばっかり言うよね。だよな、一番の被害者は間違いなく日本だろうが、韓国の被害を受けた国は数知れないぜ。口だけで技術は伴わないし、韓国に限ったことじゃないけど、アジアは厄介な国を抱えているよね。あいつらの場合、信用を失うような声声をするくせに、急に手のひらを返す節があるから要注意だな。ほんとだよ。さて今回は、M61 バルカン法についてと、それに関連する韓国の発言について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国と中国といえば、経済的な蜜月が世界各国に知られている関係だよね。まあ、中国が韓国のことをどこまで信用しているのかはわからないがな。そんな韓国が、珍しく中国に対して高圧的な対応をしていると話題になっていることがあるんだ。それは違法操業の漁船に対する対応だね。なんでも、違法操業をしている中国漁船がいれば、バルカン法を打ち込んでもいいと明言するなど、その取り締まりに対して高圧的に対応することを宣言したんだって。あれだけお兄さんとしたい、言うことら何でも聞くはずだった韓国が、まさかの高圧的な対応をするのか、と思わせてくれたんだが、果たして実際にバルカン法を打ち込むまで頑張ったのかってのら疑問だよな。韓国政府が中国の違法操業漁船に対する取り締まりについて、カキの積極使用などを認める新対策をぶち上げたのだけど、この新対策では公務執行妨害があった場合、必要に応じてバルカン法などを使ったり船舶を漁船にぶつけて制圧したりすることを認めることが盛り込まれたんだ。さらに、違法操業の漁船が逃走した場合、公海上まで追跡するだけでなく、違法操業船舶の没収や即時廃棄処分も推進するとのことだけど、果たして本当にそこまでのことが韓国にできるのかな。ちなみに、韓国が中国の違法操業漁船の取り締まりに投入している船舶は35隻程度だぜ。一方、身柄置きで操業する中国漁船は100隻を超えるというのだから、韓国側の現場からも、十分な取り締まりが実施できないという懸念の声が上がっていたところに、今回の新対策が打ち出されたことによって、現場の気合を入れて違法操業を取り締まるぞとなったのかが気になるところだぜ。確かに、韓国と中国の間では違法操業をめぐるトラブルが相次いでいたことは事実だね。実際、仁川沖の公海上で違法操業中の中国漁船を取り締まり中だった韓国警察の高速ボートが、中国漁船の体当たりを受けて沈没する事態が起きているよ。さらにその2ヶ月後には、韓国が取り締まり中だった中国漁船が原因不明の火災を起こし、中国人漁船員3人が死亡する事件も起きているんだ。ちなみに、これらの事件等への対処の際、バルカン法が使われた形跡はないとのことで、なんだ見かけ倒しかと考えてしまったのは、僕だけではないはずだよ。加えてこのバルカン法、果たして本当に効果があるのかは疑問符がつくんだよね。韓国海軍の艦艇にはバルカン法の装備が搭載されていることが多く、例えば強襲揚陸艦ドクトには、最新鋭バルカン法ゴールキーパーが搭載されているんだ。このゴールキーパー、設置場所が悪いことが問題になっているそうで、仮に発射した時には搭載しているヘリコプターや甲板を破壊してしまうことがあると言われており、いつもの韓国的なオチがついているんだよね。
そして20口径 M6 バルカン砲についても説明するんだけど、このバルカン砲は西側諸国の戦闘機に広く採用されているもので、大口径弾丸を使用することでより破壊力を高めているんだ。専用の弾丸には、その内部に火薬を仕込むことができるので、着弾と同時に爆発する仕掛けができることから破壊力が高まるものとなっているよ。そんなバルカン砲を、違法操業の漁船にぶち込んでみるとどうなるか、簡単に想像がつくよね。そうだね。威嚇どころか完全に殺傷だし、完全に破壊することができることは言うまでもないんだよ。そこまで中国に威圧的に出るなんて珍しいじゃないか、と思う人も多いよね。実は韓国国民の中には反日だけでなく拳銃という考え方も広まっているんだ。そもそも、あれほどお兄さんのような国経済関係を強化してブロックとして繁栄するなどと、散々中国を持ち上げていたのに、ここに来てなぜそんなことを言うようになったのか、その背景を掘り下げてみると、意外な事実が見えてくるよ。特に大きな問題となったのが、サード終末高高度防衛ミサイルにまつわる韓国と中国の対立だね。サード終末高高度防衛ミサイルとは、発射された敵の弾道ミサイルを大気圏に再突入した段階で迎撃、撃破するミサイルであり、2016年7月に在韓米軍へサードが配置されることが合意されたんだ。そして、2017年4月に韓国京山北道西州にレーダーと発射台2機を導入、同年9月に発射台4機が導入され、レーダー1個、発射台6機の1個サード砲台の配置が完了したよ。このサードが何に対する防御なのからもう気づいてると思うが、実はターゲットが2国あるんだぜ。一つは北朝鮮であることは、疑う余地もないよな。テポドンノドンなどで知られる弾道ミサイルの開発を進める北朝鮮に対して、アメリカ本土まで発射することが可能な兵器を持たせるべきでないと考えるアメリカとその手下である韓国は、必死になって北朝鮮のミサイルを撃墜しようとするだろうな。そういう意味で、サードを韓国に配備することは、韓国の防衛にもつながるし、アメリカの防衛にも欠かせないという観点があるわけだ。そしてもう一つのターゲットは、やはり中国だな。中国がすでにアメリカ本土や日本を射程に収めている弾道ミサイルを所持していることはすでに明白であり、それに対して当然対抗する必要性があるアメリカは、中国の喉元の位置にある韓国にサードを装備することで、中国を牽制することにしたわけだぜ。同盟国である以上、アメリカの要求を飲むことしかできない韓国だけど、ここに中国があらゆるプレッシャーをかけてくるんだよね。経済がどうなっても知らないぞ、通貨スワップにはこれ以上応じないぞなど、様々なプレッシャーを与えられることになったってわけ。中国の考え方は単純明快であり、シンプルに配備に反対するという立場を崩していないんだ。在韓米軍のサード配置が検討されていることが明らかになった2014年の段階で、すでに中国は反対する立場を表明していたぐらいだね。2014年10月、当時の岡国交中間中国大使はサードのカバーする範囲が朝鮮半島を超えるものであることから、配置に対する深い懸念と反対の立場を表明したよ。特に、サードのレーダーの最大探知距離 1000km 以上というのが、黄海と渤海のみならず、北京や東北地方などの内陸部を含むもので、中国本土におけるミサイル兵器の無力化が懸念されることから、配備に反対することを表明したんだよ。そして2015年2月には中国のチャン・ワン・チュエン国防部長当時が、韓国のハン・ミング国防長官当時と会談し、サード配置について懸念していることを伝えたんだ。さらに中国は、ロシアにも声をかけて韓国に圧力をかけるようになるよ。2014年7月にロシア外務省は声明を発表し、サード配置がアメリカのグローバルなミサイル防衛が拡大してその構成要素が韓国に出現したもの、と位置づけて批判したんだ。そしてこの地域の戦略状況に否定的な影響を及ぼし、北東アジアでの軍備競争を呼び起こすとともに朝鮮半島の核問題解決にも新たな複雑さをもたらすであろう、との見解を発表することで、アメリカと韓国を牽制したってわけ。単純に言えばそんな兵器を配備するから北朝鮮がより強硬になるんだぞと、アメリカの高圧的な姿勢を批判したものだが、暗に韓国に対してもプレッシャーを与えているってことだな。ロシアにとって韓国などはどうでもいいんだろうけど、中国から頼まれると無下にも断れないな、という考え方なのかもね。でも、結局韓国はアメリカの意向を受け入れてサードの配備に同意したわけなんだけど、中国は当然猛反発して、実力行使に出るんだ。サード配備地として自社所有の土地を政府に提供した韓国のロッテグループは、
中国からのサイバー攻撃を受けたほか、中国で展開するロッテグループの一部店舗が罰金を受けたり、当局によって閉鎖に追い込まれてしまったんだよね。同時期には、韓国の航空会社が中間間の定期便を増やすための認可を不当に拒否され、飛行機の運航に支障をきたす事態になったほか、中国政府が自国内の旅行会社に韓国ツアーの販売を停止するよう指示するなど、あからさまな報復行動に出たんだ。特に、観光客がやってこないという状況は、韓国の経済に大きな影響を与えたよ。その頃は反日が行き過ぎて日本観光客が激減していたんだけど、その代わりに中国人観光客がどんどん来てくれたため、韓国の経済は息を吹き返していたんだ。でも、その中国人観光客が来ないってなるというまでもなく大変だよね。そうなんだ。その打撃は大きく、観光産業が軒並み倒産に追い込まれたほか、多くの企業が売上の減少に苛まれてしまったってわけだよ。そして2020年、韓国にとってこの悪夢の再来が懸念されているんだ。2020年以降、アメリカは大きな政策の一環として、サードの拡張を熱心に進めることになったからね。現在配備しているサードをグレードアップして、射程距離や索敵範囲を現在の8倍以上にすることで、より対ミサイル防衛力を強化することを明言したんだ。当時のジョンヒル MDA 局長は、在韓米軍の統合緊急作戦要求 JEON に基づく調達が完了すれば、サードアップグレードの準備は整うと述べ、韓国政府からの要求と資金の担保がなされれば、いつでもサードをグレードアップすることができることを明言しているよ。グレードアップが本当になされると、中国本土の大半がサードの射程範囲となり、中国のミサイルが撃墜される可能性があるものと思われるぜ。もちろん中国は反発しており、アメリカの姿勢を強く批判しているが、韓国の文大統領は相変わらずのらりくらりと答弁を繰り返し、中国に媚びるのか、アメリカに媚びるのかどっちつかずの態度を改めようとしないんだよな。まあ、韓国のこんな態度は今に始まったことではないからね。コロナ禍の中でさらに経済にダメージを受けてしまうと、本当に韓国は立ち直れないかもしれないよ。まあ、どうということはないんだけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカがとうとうレーザー砲まで開発したらしいな。レーザー砲だって、かっこいい。あんなの漫画の世界だけだと思ってたよ。実際に試射実験に成功したみたいだぜ。レーザー砲の開発はかなり以前から各国取り組んでたみたいだけど、やはり軍事兵器としての実用化と考えると難しかったみたいだね。でもやっぱり世界一の軍事大国アメリカは、長年の研究開発の成果を出して、実用化に向けて待ったなしという段階までこぎつけたみたいだね。そうだな。医療現場や製造業なんかではレーザーラモへ使われている技術だもんな。これが軍事兵器として実用化レベルまでとうとう来たってことだな。さすがアメリカといったところだな。ほんとだね。やっぱりアメリカすごいね。もっとこのレーザー砲について詳しく知りたいよ。わかった。じゃあ今回はアメリカが開発したレーザー砲について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。本当にアメリカの軍事開発レベルには驚かされてばかりだけど、とうとうレーザー砲の開発に成功してしまったね。日本もレーザーの開発ではかなり進んでいる方だったんだけど、日本は軍事的な開発よりも医療や製造業への利用を中心に開発してたから仕方ないことだね。でもやっぱりそこは世界一の軍事大国アメリカだね。きっちり結果を出してきたよ。前置きが長かったね。それじゃあレーザー砲について詳しく見ていこう。2021年12月、アメリカ海軍はアラビア半島南沖で、艦上からレーザー砲の発射実験を行ったんだ。その時に洋上に設置された標的を見事に破壊することに成功したんだ。この実験結果は世界中に公表され軍事関係者の間では大騒ぎになったらしいんだ。ちゃんと標的まで設置して実験したんだね。完全に実用化レベルじゃないか。でもなんでアメリカの海軍がアラビア半島沖で実験したのさ？それには少し理由があるみたいなんだよね。今回の実験が行われたのは、東アフリカとアラビア半島の間にあるアデン湾というところなんだ。アデン湾はスエズ運河を通じて中東と地中海を結ぶ原油の海上輸送ルートにあって、2015年のイエメン内戦時に公海においてイスラム教風刺派が、無人ボートに爆弾を積んで西側諸国の艦船に攻撃を加える、テロ行為が頻繁に発生してた場所なんだ。それじゃあレーザー砲の実験は、そのテロリストたちへの牽制でもあったということか。それもあったと思うよ。神風アタックとも言われるテロ行為に対して、アメリカも対抗策を試していたようなんだけど、
テロ行為に使用されていた小型ボート程度なら簡単に破壊できるという、レーザー砲の完成をアピールすることでテロ行為への、牽制としては十分効果は期待できたんじゃないかな。なるほどね。これは効果あっただろうね。レーザー砲っていうところがテロリストたちからすれば未知の世界で、迂闊にテロ行為を起こすことはできなくなっただろうね。それには完成したレーザー砲は完済されてるってことだよな。今はどの船に完済されてるんだ。レーザー砲 LWSD マーク2モッド0は、アメリカ第5艦隊所属のサンアントニオ級、トップ型輸送用陸艦ポートランドに搭載されていて、実装実験として試射が行われたんだ。ポートランドは2020年にも太平洋上にてレーザー砲の試射を行っていて、この時にも空中を飛行するドローンを撃墜することに成功したそうなんだ。そんな前から試射実験は行われてたんだね。そうだよ。アメリカ海軍では1960年代から指向性エネルギー兵器として、レーザー砲の研究を進めていたらしいんだよね。実証機として、トレントン級ドッグ型揚陸艦ポンスに、レーザーを搭載して実験を行った時は、そのレーザー砲の出力は 30kW だったらしくて、とても兵器としては使えないレベルだったんだよね。しかし数十年の時を経て、とうとう兵器として実用化レベルにまで達したんだよ。やっぱりレーザー砲はミサイルなんかと比べて大きなメリットがあるんだよ。そのあたりも詳しく知りたいぜ。そうだね。アメリカ国防省はアメリカ議会に、レーザー砲について報告書を挙げてるんだけど、これに記載されている内容を見ていこうか。報告書によるとレーザー砲を対艦ミサイル迎撃用として運用するためには 300kW の出力が必要とされていて LWSD の出力をその5割まで到達させることができたことで兵器としての実用化が見えてきたと記載されていたんだ。そして報告書にはコスト面についても記載されていて、レーザー砲の開発には44億円の開発費がかかっていて、実際に兵器として運用する場合レーザー照射1回あたりのコストは、驚くべきこと200円程度だとされてるんだよ。100円、そんなことあり得るの？ミサイルなんかだと、一発撃てば数百万、数千万の世界だよ。安すぎ。うん。今までの兵器では考えられないほどの低コストだよね。さらに開発が進めば低コストでさらに強力な兵器となる可能性も十分に考えられるからね。今の現状では対艦ミサイルを迎撃するのは課題が残ってるとしても、小型のドローンや小型ボートなどには十分効果を発揮できるからね。それらの撃墜に高価なミサイルを使用することなく、低コストで対応できるようになったのは大きいよね。コストがかからないっていうのが大きいよな。でも、開発にこれだけの開発費と年月をかけてるんだ。トントン拍子に開発が進んだってわけじゃないだろ。そうだね。開発を進めている段階で疑問視されたのが、その設備の大きさと重量だね。電力の消費の大きさも大きな課題だったみたいだよ。それでも、研究者たちの長年の努力によって、今回のレーザー砲はかなりコンパクトにまとまっていて、完済できるまでに小型化に成功したんだ。そうだよな。完済できるのとできないのじゃ、実用性が大きく変わってくるからな。開発者たちってすごいわ。これで、さらにレーザーの出力を上げることができれば、アメリカにとっては莫大なメリットだな。同盟国の日本としても国防で大きなメリットになりそうだな。でも、それだけメリットが大きい兵器なら、世界各国も開発してるんじゃないの？もちろん、レーザーの兵器は数十年前から世界各国で研究が進められてるよ。考えてみて、ある攻撃目標があって、そこに人質や民間人などのいわゆる人の盾があってミサイル攻撃によって、巻き込んでしまう恐れがある場合も、レーザー砲であれば、人の盾に危害を加えることなく、攻撃目標だけを確実に破壊することもできるようになるんだよ。ちょっと物騒な話だけど、レーザー砲の小型化がさらに進み、小型のドローンに搭載できれば敵国の重要人物のみを暗殺することだってできるんだ。考えればキリがないほど、レーザー砲の兵器からいろいろな使い方ができるんだな。そりゃあ世界中が研究開発するはずだな。うん。でもね、兵器というのはさらにどんどんと開発が進められていて、現在開発中の武器では高強度超音波を使った音響兵器というものが開発されてるんだよ。これは超音波を人体に照射することで、人体内に気泡を発生させるキャビテーション現象を起こして、人体組織や内臓機能に大きなダメージを与えるという恐ろしい兵器なんだよ。この兵器の最も恐ろしいところは音波ゆえに防ぐ手立てがないってことなんだ。人体に直接攻撃かよ。恐ろしい兵器を考えつくもんだな。こんな兵器が、絶対に使用されないことを願うよ。そうだね。兵器の開発は自国防衛のためには大事なことなのかもしれないけど、
開発された兵器がずっと日の目を見ることがないのが理想なんだよね。レーザー砲の実用化によって世界のパワーバランスが崩れて人類同士が争うことがないように願うよ。本当にそうだな。あくまでも牽制、抑止力として兵器が開発されているって思いたいな。うん。新しい兵器には興味があるけれど、使われないことが一番だよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録。よろしくね。ありがとう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 。おいおい、まったく中国は一体何がしたいんだよ。日本だけじゃ飽き足らず、台湾にもバンバンちょっかい出してるよな。ほんとだよ、日本にも海だ、空だと、ちょっかいかけてきて、一体何がしたいんだか。あれだけでかい国だぜ。人口だって多いし、最近の経済成長は世界トップレベルだよ。他国にちょっかいかけないで、自分の国を良くすることだけ考えてればいいじゃねえか。今回も怒ってるね。全くその通りで、ここ数年の中国の近隣のアジア諸国への圧力は異常だよね。本当に一触即発って感じだよね。日本への圧力はみんなも知っての通りだけど、ここ最近は台湾への圧力が目立ってきてるよね。この中国の台湾への威嚇とも言える行為に対して、世界の警察と言われているアメリカも黙ってはいなかったよ。アメリカ軍も、超音速戦略爆撃機 B1B を出撃させて、中国の防空識別圏に侵入し中国を牽制する動きに出たんだ。そりゃあまさに一触即発の牽制行為だよな。アメリカも本気を見せたってことか。それじゃあ今回は中国と台湾の関係性と、中国の防空識別圏に侵入した、アメリカの爆撃機 B1B について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。中国の台湾への圧力は2020年頃からさらに強くなってきた。ちょうどその頃は、アメリカの前トランプ大統領が、混乱が起きているタイミングで、中国は東シナ海などで、軍事的活動を活発化させていたんだ。2020年9月以降、中国軍機が連日台湾領空へ領空侵犯行為を犯していて、これに台湾空軍も連日スクランブル発進で対応していたんだ。アメリカがごたついてる時だから、ここぞとばかりに圧力を強めてきたってわけだな。相変わらず、やり口が汚ねえな。台湾空軍は連日の度重なる緊張とスクランブル発進により、
かなり疲弊していたと言われてるんだ。この当時、台湾の F5E 戦闘機、F16 戦闘機が墜落したり、行方不明になる事故が発生したんだ。それは、仕方のないことで台湾の F16 戦闘機は1990年代に、アメリカから調達したもので、老朽化が問題視されてたんだ。そこに来て、中国側の威嚇行為により度重なるスクランブル発進で、機体への負荷が増えて事故が頻発したのではないか、と言われてるんだよ。台湾空軍の戦闘機はそんなに古いものだったんだね。でも中国が領空侵犯してくる以上、無視はできないもんね。その事故により台湾空軍は保有する F-16 戦闘機150機すべてを飛行停止にしたんだ。これで台湾空軍の防空能力は完全に弱まってしまったよね。かなり厳しい状況で対応してたんだな。しかし老朽化した戦闘機でこれ以上事故を起こすわけにもいかないだろうしな。不遇の決断だったろうな。もちろん、世界の警察アメリカはこの状況を見過ごすわけはないよね。この中国の動きを牽制するために、アンダーセン空軍基地から、アメリカが保有する超音速戦略爆撃機 B-1B を2機空中給油機を随伴して出撃させたんだ。アメリカ来たー。中国をギャフンと言わせてくれ。台湾の北東側から東シナ海海上に設定されている中国の防空識別圏へ侵入して中国の動きを牽制したんだ。香港の日刊紙の記事ではアメリカの戦略爆撃機ほどの大型機を中国の防空識別圏に侵入させて飛行させることは稀であり、非常に直接的な中国への警告だと推測すると報道したそうだよ。その通り直接的に決まってんだよ。それくらいやらないと中国は引っ込まないからな。ようやったぜアメリカさん。中国の防空識別圏に侵入した B-1B 機ってどんな戦闘機なの？そうだね。それじゃあアメリカの超音速戦略爆撃機 B-1B を見ていこうか。元々の名称はロックウェル B-1 で米空軍が運用する可変翼の超音速戦略爆撃機なんだ。初飛行は1974年で現在まで104機が生産されている。公式の愛称はランサー。乗員は4名、全長45メートル、全幅42メートル、全高10メートル、ターボファンエンジンを4機搭載、設計と生産はロックウェル社の航空宇宙部門が担当していたんだけど、現在はボーイング社が吸収して B-1B 機の供給を行ってるんだ。かなり大型の機体なんだね。どんな任務に運用されてたの？ B-1B の導入当初は、敵国への超低空飛行侵入による核攻撃、通常爆弾による戦略爆撃、巡航ミサイルの発射母機として運用がされる予定だったんだ。でも1993年に米ロで調印された第二次戦略兵器削減条約により、1994年より核攻撃任務は B-1B の任務から除外されたんだよね。アメリカの爆撃機は、B-1B ランサー以外に B-52H ストラトフォートレスと、B-2 スピリッツと3機種あるんだけど、B-1B がアメリカが保有する戦略爆撃機の中では、最大の爆弾搭載量と、唯一の超音速飛行能力を有する戦略爆撃機なんだ。ステルス性能については、本格的なステルス性能を追求した、B-2 スピリッツには劣るんだけど、B-52H の100分の1のレーダー反射断面積となっていて、大型機でありながら、レーダー上では小型戦闘機レベルで、表示されるほどの、ステルス性能は確保してるんだ。戦略爆撃機でもいろいろあるんだな。ところで B-1B は実戦経験があるのか？そうだね。B-1B の実戦経験は、2001年のアフガニスタン紛争、2003年のイラク戦争、2011年のリビア内戦、2015年、2018年のシリア内戦と、かなりの回数実戦投入されてるよ。B-1B 大活躍じゃないか。そんなに実戦に出てるんだな。そうなんだよね。B-1B 機には最新鋭の兵器が、搭載される予定になっていて、今後も活躍していくと思うよ。最新鋭の兵器か。それも気になるな。少しそれにも触れておこうか。それは米軍の最新鋭の長距離巡航ミサイル、統合空対地スタンドオフミサイルを搭載予定なんだ。このミサイルは最大射程距離925キロとなっていて、将来的にはなんと1900キロまで射程を伸ばした改良型が開発される予定なんだ。B-1B はこのミサイルの運用能力を持っているという話だよ。戦場から遠く離れた長時間対空しながら、地上からの要請に応じた、対地攻撃を実施できるようになり、B-1B の任務の幅はさらに広がることになるよね。B-1B 爆撃機はこれからさらに進化していくんだね。実際にアメリカは B-1B を何機くらい運用してるの？正直はっきりした情報はなくて66機くらいではないかと言われているよ。2016年には米統合軍アメリカインド太平洋軍科のグアムに所在する、アンダーセン基地に配備されているそうなんだ。
この基地から北朝鮮に飛行する場合、約2時間で到達可能で、近年核兵器開発や弾道ミサイル発射実験での威圧行為を強める、北朝鮮への抑止力としても大きく貢献しているよ。アメリカ空軍はこの3種の戦略爆撃機を2036年まで運用することを予定しているんだ。こんなすごい爆撃機がアメリカにあり、それが自国の防空識別圏に侵入してきたんだから中国もビビっただろうな。これで少しはおとなしくなってくれればいいんだけどな。それがね、中国も強気な姿勢を見せてるんだ。2020年9月に SNS 上に中国空軍が投稿した動画が話題になったんだ。中国の爆撃機がグアムのアンダーセン基地を模した標的に対して、空対地巡航ミサイルで攻撃を行うという内容だったんだ。これは明らかに中国によるアメリカに対しての威嚇行為だよね。アメリカも実際に攻撃が可能だと判断したのか、B-1B をアメリカ本土に呼び戻すという動きを見せたんだ。中国の威嚇行為がアメリカを引かせたということなのか。そうだね。動画を投稿したタイミング的にも我々はいつでもそちらを攻撃できるんだぞ。という警告だと思うんだよね。中国は現在軍事費世界2位なんだ。最新の弾道ミサイルや、長距離巡航ミサイル、極超音速兵器の開発もどんどんと進めている。中国がアメリカと同等の軍事力を持てば、アジア地域のアメリカによる抑止力は弱くなってしまう。そうなると、台湾だけじゃなく日本もアジア各国も、中国の脅威にさらされることになるよね。そうなった時の対策や、そうならないためのこれからの外交にも今後注目していこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。ここで一つ雑学の話でもしてみようか。桃太郎のお供はなぜ犬、猿、キジなの？って思ったことない？え？可愛いから？そんなわけねえだろ。それじゃあ説明していこうか。なぜ犬猿キジとなったのかというと、鬼門に関係があるんだよね。鬼門とは方角的には北東であり、鬼や邪気などが出入りする方角だとされているんだ。そして、その反対の方角である南西が裏鬼門と呼ばれていて、裏鬼門に位置している十二支が犬猿鳥なんだ。そのため、裏鬼門に位置する動物が鬼退治のお供として抜擢されたんだ。他にも諸説あるみたいだけどね。へぇ、だね。ありがとう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 。アメリカ海軍が保有する世界で最も強力なシーウルフ級原子力潜水艦は現在3隻が運用されていることをみんなは知っているかな？シーウルフって大ソ連用の潜水艦だっけ？ああ、大ソ連の目的で設計されたハイポテンシャルな潜水艦であり、そのコストが莫大であったことと、ソ連の崩壊によって目的がなくなったため、現在の脊柱になったと言われているぜ。最強の潜水艦って一概には言えないけど、低コスト高クオリティのものだよね。そうかもね。さて、そんなシーウルフ級潜水艦コネティカットが、2021年10月にインド太平洋地域詳細は未発表を航行中に正体不明の物体と衝突し損傷したことが明らかになったんだ。今回はこの謎の水中衝突について、詳しく掘り下げて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。10月7日にアメリカ海軍が公式発表したところによると、シーウルフ級原子力潜水艦の2番艦コネティカットが10月2日に、インド太平洋地域の国際海域イコール公海で不審な船体と衝突し、損傷を受けたとのことだったよ。アメリカメディアなどは、政府関係者の発言として、実際に物体と衝突した場所が南シナ海の国際海域だったとしているんだ。また、アメリカ海軍協会 USNI のニュースサイトによれば、コネティカットの乗組員11人が負傷したが、主要な設備には損傷はなかったようだね。実際、コネティカットは航行可能な状態であり、10月8日にグアムの米海軍基地に戻り、修理に入ったとされているよ。問題となるのは、コネティカットが何にぶつかったのかという点だよね。そうだね。
この事故について、過去の同種の事故を紐解いてみると、2005年1月にグアム南方海域で起きたロサンゼルス級攻撃型原潜サンフランシスコの衝突事故があるんだ。この時サンフランシスコは、海図に乗っていない海山に衝突した結果、船体が大きく損傷し、乗組員一人が亡くなる事故となっているよ。このように、世界中に展開するアメリカ海軍であっても、本土やハワイ周辺なら把握できている状況も、その他の海域で海底の状況などと十分に把握しきれていない場所があるはずだというわけだね。岩場未発見の海山との衝突説とも言えるこの見解だけど、実際の運用ではどのように対応しているのかな？未把握の海域を航行する際、国際水路機関 IHO などが関与した国際的な海図を使うのがセオリーで、その海図をもとに危険かもしれない海域を回避するなど、ある程度の防御策を取りながら航行するのが一般的ではないかとされているよ。そして、コネティカットの事故では数人が軽傷を負っているんだ。それほどの衝撃があったということは、海山などの固定物と衝突した可能性が高いのではないかと考えられたってわけだね。事故の公式発表の際には他の船舶との衝突ではないと発表されていることから、小型の海山か水上艦艇の曳航物などにぶつかった可能性は考えられるよね。水中はまだまだ未知の世界であり、レーダーやソナーが発達したといっても、まだまだ見えない危険が多数存在しているのは事実だからな。海の全部は未だに人類が解明できていない部分だからね。例えばシャドウゾーンの存在は、多くのサブマリナーに認識されているんだ。そもそも海中は、深度に関わらず微妙に水温が上下する層があって、その影響でソナーが音源を探知しにくい場所があり、音が聞こえない場所を例えてシャドウゾーンと呼ばれているよ。シャドウゾーンがコネティカットの事故に関わっているかはわからないけど、事故が起きてもしょうがない。海底はまだまだ未知数の場所であることを示すエピソードとしては参考に覚えておくと良いかもね。では、コネティカットは一体何に衝突してしまったのかという答えを導き出そうとしている時に、あの中国が謎の対応をし始め、ネット界が騒然としていたみたい。今回の事故の発表を受けて、中国外交部報道局の趙立堅副局長が、10月8日中国はこの事件に深刻な憂慮の念を抱いているとの趣旨で、声明を発表したんだ。趙報道官は、アメリカに対し、事件発生の具体的地点をはじめとする状況の詳細を公表することを求めるとともに、いかなる衝突が発生したのか、放射能漏れや水域の環境に影響がなかったのかなど、被害の有無を明らかにするよう呼びかけているよ。同時に趙報道官は、アメリカは長年にわたり自由な航行の旗印のもとに、南シナ海の状況を過熱させてきたと指摘し、地域の平和と安定に深刻な脅威と大きなリスクとなっているとの見解を伝えたんだよね。平たく言えば俺たちの海でうろうろしてんじゃねえよといったところだろうな。自分のものって思ってるのは中国だけなんじゃないかな。今回のコネティカットが衝突した場所は、明確にどこですよとは明らかにされていないよね。でも、中国はそれを南シナ海と明らかにしているんだけど、これは、コネティカットの動きを明らかに把握していたことを意味しているんだよね。言われてみればこれはまさか、陰謀だったりするの？確かに、日本においても周辺海域には中国やロシアの潜水艦が航行していることがあり、領海内に入ってくれば当然領海侵犯として対応することになるんだけど、公海を航行されただけでは何もできないんだ。これはあくまでセオリーとしての対応なんだけどね。実際の対応としては、尾行するな、公海からこっち側に入ってくるなよって威嚇も兼ねて、相手がどんな艦種で、どんなことを行っているのかをマンマークするわけだぜ。なぜそんなことをするのかは言うまでもないよな。抑止だけでなく相手のスペックを把握するための調査も兼ねているってわけだ。中国やロシアは、日本の潜水艦が世界トップレベルの性能を有していることを知っているからこそ、領海侵犯すれすれの行動をとって、日本の潜水艦の性能を把握するための調査を行おうとするんだぜ。日本近海において、諸外国の潜水艦がこのように闊歩するのは、お互いの武器の調査を兼ねていることもあるってことなんだね。ちなみに2海上自衛隊の潜水艦がどのような行動をとっているかは、未知数なんだ。このチャンネルの知り合いに、海上自衛隊の潜水艦乗りがいるんだけど、明日からいなくなるとも言わず、かといって少し連絡が取れなくなるなど、匂わせることもなく、家族ですら、夫が潜水艦に乗っていること、潜水艦でどこにどこまで行くのかなど、全く知る由がないらしいんだ。今日は帰りが遅いな、次の日も帰ってこないなどが続いて、ようやく出港したのかとイメージするらしいんだ。
それぐらい秘匿性の高い任務を求められる。それが潜水艦の使命ってわけだね。家族は信じて待つしかないんだね。これで浮気なんかしてた日には恐ろしいことになりそう。それじゃあ、コネティカットの話に戻ろうか。コネティカットが、中国の言うように南シナ海で航行していたとすれば、何の目的であったのかな。それはもう、中国の軍事行動の監視、観察などしか考えられないよね。南シナ海は、南沙諸島を中心として中国、ベトナム、台湾、フィリピン、マレーシアなど、数多くの国が領有権を主張しているんだけど、中国は強権的な実効支配を強め、実質的に軍事力を持って南沙諸島の支配を正当化しようとしているのはみんなも知っているよね。すでに、天然の岩礁や珊瑚礁を破壊して飛行場や港湾施設を建設し、周辺諸国に対して軍事力で睨みを利かせ始めている中国。当然そこには潜水艦の存在も間違いなく存在するだろうね。潜水艦があれば、周辺諸国が南沙諸島に手を出そうとしても、先制攻撃をすることも可能だろうし、俺たちの領土に手を出すなと威嚇することも可能だから。中国は環境破壊することも意図はないんだろうね。南沙諸島における中国の覇権に異を唱えるのが、アメリカとイギリスなんだ。アメリカは世界の警察としてのプライドもあるけど、親米国であるフィリピンのバックボーンとして一定の影響を示す必要があるんだよ。意外なのはイギリスだよね。イギリスは中国と直接諸問題を抱えているけど、様々な諸問題の中で特に大きいのが香港問題となっているよ。すでに宗主国としての立場はなく、香港は中国の領土として高度な自治を付与されて存在しているけど、その香港で民主化運動が弾圧されていることから、イギリスは猶予を示しているんだ。その猶予に対して内政干渉と批判的なのが中国であり、イギリスとはバチバチとやり合っている状況だよ。イギリスが賢いのは、友好国であるオーストラリアも巻き込んで、大中国戦略を講義ていることだろうな。オーストラリアと中国は、石炭の輸出入関係で取引があったが、その関係にも亀裂が生じているぜ。中国は2021年4月、オーストラリアのスコット・モリソン首相の中国は新型コロナウイルスの起源について調査を行うべき、第三者が関与して行われるべきに発言に対して強く批判し、報復措置を取ったからね。2021年5月にオーストラリア産牛肉の禁輸、ラインなどの農産物に対する関税率の大幅な引き上げを行ったのに続き、エネルギー企業へオーストラリア産の石炭を輸入しないようにに圧力をかけ、2021年6月以降はオーストラリア産石炭の輸入がゼロになってしまう事態になったんだ。なお、この動きには、友好国イギリスが一枚噛んでいる話も聞かれるぜ。このように、様々な事情が絡んでいる南沙諸島において、アメリカの潜水艦が何にぶつかったのか、そして、それに対して中国がここまで過剰反応をするのはなぜか、知識と推察力の高い皆さんなら、すでにある程度のお察しがついているんじゃないかな。中国が威嚇と監視を兼ねて、アメリカの潜水艦に接近したとしたら、接近しすぎたということは十分にあり得るが、もちろん、アメリカ側が中国の潜水艦に近づきすぎたという考え方もあるだろうな。お互いに相手の潜水艦のスペックを知りたいと接近しすぎれば、こういう事故はあるだろうぜ。アメリカだって世界の警察として、これ以上中国の横暴を無視するわけにはいかないもんね。本土より離れた南沙諸島でアメリカが直接軍事力を誇示したのは、日本にとっても有益な状況だよな。アメリカは、中国の領土に対する覇権主義には対抗する、ということは、尖閣諸島も同様に対応してくれることを明らかにしたわけだからね。日米安保条約が強固な同盟関係であることは、誰しも疑わないところだけど、その対応方法はどのようなものなのか、という点においては不安があったんだ。その点、今回の事故は、今後のアメリカの姿勢、特に対中国に対する姿勢を明らかにしたものとも判断でき、日本としても大いに勇気づけられる対応と言えるのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。